練習チャンネル。はい、練習チャンネルです。井田です。今回新しいゲスト、大賀さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回大賀さん、どちらの企業出身ということでしたっけ？出身は、オープンハウス。はい、オープンハウス、まあ、就活生の人知ってる人結構多いのかな。僕のイメージは、令和のブラック企業と。まあ、イメージですよ。知り合いも一人もいないんで。はい。まあ、一旦じゃあちょっと話を聞いていきたいんですが、はいはい、オープンハウス、まあ、どういう会社なんでしたっけ？オープンハウスは、総合不動産って言って、まあ、不動産って、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、ほとんどいろんな面に手をつけてますよっていう、うん、賃貸以外は大体はやってます、ね、仲介がメインなんですけど、うん、売買法人系の投資用事業部とか、うん、あと海外不動産、はい、最近も海外不動産が結構入ってきてるんじゃないかなって感じですね、はい、何人ぐらいの会社なんですか？僕がいた当時は2000人ぐらいの規模だったんですけど、多分今はもう相当増えてると思います。2年半ぐらいいたんですけど、うん、その間にもバン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 事業も増えて人も増えて、事業部もどんどんいろんな人が転々としたりとか、結構変化が多い会社ですね、うん、なるほど、はい、イメージとしては、はい、めちゃくちゃ給料はいいみたいな。そうですね。年収どんな感じだったんですか？1年目はまあ500いくいかないぐらい、結構歩合なんで、やっぱり1年目も歩合ですか？1年目も歩合、1年目の最初の夏のボーナスっていうのも一応あるんですよ、うん、ビビったるものなんですけど、うん、それとあと12月の冬のボーナスが結構ドカンって入るんで、はいはいはい、1年目の歩合って何に対する歩合なんですか？オープンハウスって大学4年生の夏からも研修が入るんですよ。じゃあ1月からじゃあ実際に営業立とうかみたいな。1月まあ卒業してないですよね。卒業してないです。その営業のアルバイトをやって、まあ、そこで関わった案件が無事制約になりました、うん、そうなるとその歩合が1年目の夏のボーナスに反映されるっていうような感じでした、ね、その当時は。1本決めるとどんぐらいボーナスが増えるものですか？もちろん案件にもよると思いますけど、まだ大学生なんで何パーセントっていうわけじゃなくて、1本確か6万とかそんぐらいだったんですけど、例えば5000万円の物件を販売しました、うん、ってなると売り主から 3%、うん、買い主から 3% もらえるので計 6% なんで5000万円で300万円が会社に入るんですけど、そのうちの何パーセントかがその担当店舗、担当店舗の長と担当営業もに入るんですけど、そのうちの6万をもらってたみたいな感じなんです。だからまあ 2% ぐらいですよね、今の計算で言うと。そうですね。ただ本当はもうちょっともらえますね、社員だったら。社員であればもうちょっと入りますね。でもそれが積み重なって年収500万ぐらいになったのが1年目なんですね、はい、ベースで言うとどのぐらいなんですか？ベースで言うと、基本給が僕らの時がもともと25万だったのが30万に上がった年だったんで、30万だとしたら360なんですけど、うん、25万の期間もあったんですよ、うんうん、なんで360いかないですね、はいはい、それが初年度で、初年度ですね。そっからベースが上がりつつインセンティブ増えていくっていうことで、うん、増えていくって感じです。じゃあなんか人によるとは思うんですけど、5年目ぐらいだとみんなどんぐらいもらうもんですか？26、7、8ぐらいで。本当に人によって差があるんですけど、うんうん、2年目から役職ついて1000万の人とかもいれば、最初の1年で結構決まってくるんです、次の年からの年収っていうのが、うん、なので5年目でも全然1000万超えてる人は結構いるんじゃないですかね。40歳とかまで勤め上げる人とかっているんですか？わあ、本当にごくわずかですね。できてまだ僕がいた時20周年とかだったんで、もともといた方で40歳までっていうのはもうそもそもそんなにいないんで、辞めてる人の方が少ない。内定者研修も結構やばいって噂聞いたことあるんですけど、どんな感じなんですか？はい、内定者研修はきついです、やばいです、うん、年で3、4回2泊3日の合宿があるんですけど。3、4回あるんですか？3、4回あります一番最初が7月か8月ぐらい。大学生の時ですか？大学4年生の時、はいはいはい、でも就活終わってどうせ暇だろうみたいな田舎の携帯圏外のような場所連れてかれます。はいはいはい。1日目はまあ座学研修、まず会社の成り立ちとかそういうの勉強して、はいはいはい、6時半に起きるんですけど、うん、外集合なんです、うんうん、あの動きやすい服装で来いって何すんだろうと思ったら走るんですよ、うん、山道でもみんなもう死にそうになってるんですよ、寝起きで走ってるんで、ね、飯食えって言われるんですけど、うん、食えないんですよ、うん、吐きそうになる、はい、午前中はまた座学始まるんですけど、うん、もう眠いんですよ。漫画のメジャーの夢島を思い出したで終わりました。で飯食った後午後何すんのかなと思ったら飛ぶぞみたいな。全員で大縄跳びを行った回数達成できるまでやる、できなかったら考えるな、これが結構きつくてですね、すごい、みんなバカみたいに意識高いやつらなんで100回までやめねえよみたいな、前年度のマックスじゃこれだよ、はい、じゃあ俺らはこれ飛ぶだろうって言うんですけど、大体5割ぐらいしか行かないですよ何人ぐらい飛ぶんですか？僕の時20人20人とかでやってるんですけど、女の子とかも同じことしないといけないんで、かわいそうで、それきついですね。かわいそうでしょうから、ね、でその後走って座学やって飯食って風呂入って何するかって言ったら内定者だけの話し合いみたいな、はいはいはい、始まるんですけど、全員で意見が一致するまで寝るな、この年の内定者のキャッチコピーをじゃあ君らで決めなさい、うん、もう100人ぐらいいたんですけど、まあ、全員バラバラじゃないですか、まあ、まあそうですね。それを一つにしないといけないんですけど、多数決ダメ、少しでも妥協したらダメ、うん、全員が本当に納得できる一つを作れ、うん、無理やろって
結局でも最後は着地するんですか。着地はまあしたんですけど、みんなモヤモヤしておりましたんで、ね、泣きましたからね僕ら。その合宿の最終日にまず縄跳び達成できてないんで、もう一回飛ばせてくださいって泣きながら面接官にお願いしに行くっていうメンタルが故障してますね完全に。その2泊3日の中でメンタルをガラッと入れ替えさせられるわけですね。入れ替わるっていうよりも同じベクトル向かせるっていう。そこででもやっぱ1人2人は車に構えるやついるわけじゃないですか。いや僕も結構車に構えて怒られてたんですけど、はい、こんな僕でも多分そういう合宿に行ったら強制されちゃうんですかね。強制されるってよりも車に構えてると一生攻撃されます。同期からもお前邪魔なんだよみたいな、上司からもお前は人間じゃねえっていうのがずっと続きます、うん、車に構えてる子いたんですけど、うん、殴られてましたからね。やる気満々のやつ、お前帰れよみたいな。まるでやめないのがすげえよ。でもやっぱ確かにやっぱり離脱する人でもいるんすか。合宿で離脱する人もいますね。合宿中消えたやつもいます。その子は東大出身でしたね。いや東大出て沖縄行かないよ喜んじゃダメなんですけど、みんなめちゃめちゃ嬉しかったですから、ね、なんで東大に勝ったメンタルでね。東大弱いじゃ過去最強なんじゃないかなこれ。これブラックさやばいただそれが、まあ、僕も当時そうだったんですけど、きついとかありえないとかじゃないんです。これが営業なんだなと思ってたんです僕。それを大学の同期に話すと、お前の会社頭いかれてんじゃない大学時代にそんなんやったら、はい、大学生の同級生とかが逆にアマちゃんに見えてきちゃうんじゃないですか。いやもううざかったっすねうざかった何お前ら遊んでんの飲み誘うなよみたいな。あ、まあ、でもその経験は今生きてると思います。そうですね、まあ、僕がもう結構もうぐたら人間だったんで、変わったと思います。大変だったエピソードいろいろ聞いてみたいです。いい意味で悪い意味でも気休まる暇が一瞬たりともないんですよ。あ、お前の残業申請しといたから、お前今日11時まで働けるよ、喜べみたいな。全然嬉しくないですけど、ね、そのありがとうございますの声も大きく言わない。あんまでかくないですお前全然ありがたがってねえなみたいな。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中、概要欄をご覧ください。